エロティック漫画は読者が楽しむために、または主要なストーリーの要素として、ヌードと性的行為に焦点を当てたアダルトコミックス。他の漫画のジャンルと同様に、それらは単一のパネル、ショートコミックストリップ、単行本、またはグラフィックノベルで構成される。エロティカは媒体が開発されて以来、ほとんどの漫画の特徴だった。マリー・アントワネット・ルイ16世。 およびその他の貴族の人物は、ロイヤル・ディルドや、ロイヤル・オージーといった性的に露骨な小冊子が描かれていた。現代では、ヨーロッパ諸国は一般に漫画で性的に露骨な内容を描写することに自由主義的である。イタリアのミロ・マナラのような漫画家は、1970年代からエロティック漫画を制作してきた。 1936年頃に出版されたフラーブラシマンの冒険の最初の8ページ。北米における最も初期のエロティック漫画の一つは、1920年代に初めて登場した、いわゆるティファナバイブルだった。彼らは、通常、非常に良いものから非常に荒いものまでを含むアートワークを特徴とする8ページの白黒の小冊子に描いていた。主題は、通常、 無許可で制作された著名な漫画家、政治家、映画スターの性的遊びだった。ティファナバイブルは1930年代に人気を博し、タバコ店やバーレスクハウスなどのカウンターの下で数百万冊が販売された。それらは第二次世界大戦後に急激な部数減少期となり、1950年代半ばまでにはわずかな新製品のみが市場に流通していた。 20世紀後半の男性誌は、エロティック漫画、特に裸の女性や性的な状況のカップルを特集したシングルパネルギャグの一般的な媒体だった。1953年に創刊されたプレイボーイは、アルベルト・バルガス、アーチー・コミック・アーティスト・ダン・デ・カーロ、ジャック・コール、リロイ・ネーマン、オリビア・デ・ベラー・ディニス、ディーニ・エーグルなどのアーティストによるシングルパネルの漫画を特集した。 1980年代に、ハーベイ・カーツマンとウィル・エルダーによる、マルチページストリップの、リトル・アニー・ファニーが頻繁に掲載された。アニーは露出シーンが多かったが、これは、フィービー・ツィット・ガイストの冒険、ウォリー・ウッドのサリー・フォース、ロン・エムブルトンによるペントハウスの、ウィケット・ワンダーでも見られる傾向である。ペントハウスは後に、ペントハウス・コミックス、ペントハウス・メンズ・アドベンチャー。 アダム・ヒューズがアートワークを手掛けたペントハウスマックスのような数々のエロティック漫画雑誌を発行していく。一部のエロティック漫画はアーチーコミックをパロディーしたラリー・ウェリッツのチェリーのようにアンダーグラウンドコミックスから成長した。1980年代と1990年代の独立した白黒の漫画出版社ではいくつかのエロティックなタイトルがあった。 擬人化された動物を特徴とするメロドラマと性的に露骨な素材を組み合わせたケイトウォーリーとリードウォーラーによるオマーハザキャットダンサーがその一例である。他のいわゆるファーリーエロティック漫画ではラジオコミックスによって出版されたジーナスとミルクがあった。フィル・フォグリオによるイクスゼナファイルはサイエンスフィクションと性的な状況を伴うファンタジーシナリオを融合させたもので トゥルーディー・クーパーとダグベインによるウェブコミック、オギルフは、ユーモアと多様なセクシュアリティを中世のファンタジー文脈に組み合わせている。1990年、ファンタグラフィックスは、エロスコミックスを創刊し、ウォリーウッドとフランクソーン、ギルバート・ヘルナンデスの、バードランドなどのタイトルの再販を行い、最終的に40以上のコレクション版のバックリストライブラリーを制作した。 この出版物は人気を博しそうでなければ芸術的文学的作品として知られていた財務上の利益を算出した。インドでは21世紀初頭に小規模なエロティック漫画産業が発展した。退屈で感情的に無視された主婦の性的遊びについてを扱ったサビタブハービーシリーズがその一例である。ありがとうございます。